皆聞け、すでに帝国軍は目前まで迫っている。戦える者は武器を取れ、他の者は急ぎ避難せよ。我らには主の加護がある。恐れることはない、勝利を信じるのだ。準備はできてるか。そうしてくれ。分かってるとは思うけど、今の状況は最悪だ。近隣諸侯から援軍は得てるものの、敵は大軍、どう考えても分が悪い。しかも向こうの大将はエーデルガルトだ。彼女の非凡さを侮るんじゃないよ。あの子もう戻ってきたんだ。まったくせっかちよね。このままじゃ我らが母校はコナミ人に消滅だ。みんな戦闘準備にかかるぞ。急ぎましょう。私たちの手でエーデルガルトの暴走を止めるんです。そうですね、手強い相手ですが、とにかく最善を尽くしましょう。おでは、いつでも準備万端だぞ。主よ、どうか皆さんをお守りください。私も皆さんと一緒に精一杯戦いますわ。先生、クロード君、誰も死なないようにしっかり仕切ってよね。やれやれ、レアさんに話を聞きたかったが、案の定それどころじゃなくなっちまった。レアさんは聖母で何を伝えたかったんだ。赤ん坊だったあんたは何をされた。聞きたいことはまだまだある。紋章や英雄の遺産の本当の由来もそうだ。セイロスやネメシスのことも。彼らの神話はどこまでが本当なんだ。だよな、こんなに疑問を抱えてちゃ死んでも死にきれないっての。先生、俺たちはこの戦いを生き残れると思うか。ま、最初から諦めてたら神にも愛想を尽かされちまうってもんだよな。俺はこんなところで死ぬ男じゃない。野望があるんだ。どうしても見たい景色があるんだよ。でさ、最近思うんだ、その景色を先生にも見せてやりたいなって。それにフォドラ中の謎が待ってるんだぜ。俺に解き明かされんのな。なあ先生、あんたのことを兄弟って呼んでもいいか。俺にとってあんたはただの先生とか仲間とかじゃ足りない気がしてさ。血はつながらずとも心はつながる。そういう絆をあんたと結びたい。別れるようなことがあったとしても、兄弟の絆があれば再び会える。そう願って俺はあんたをそう呼ぶよ。あんたが何者であれな、兄弟。
報告、敵が城郭内に侵入、防衛線を突破されそうです。この戦いの方針は2つ。大司教殿の指示と防衛線の維持だ。いずれ援軍が来てくれるって話だから、とにかくそれまでは粘ってみようぜ。勝負ができたね。お手に行かせてくれよ。鍛え方がちげえんだ。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。私ですか。僕はいつでもいいですよ。出番のようだな。私に任せてください。さあどうするんだ。いつでも行けます。私ですか。ぼちぼち動くか。
してきたまえ。これでいいかな。ありがとうございます。揺さぶりをかけ。この策でいくぞ。侵入口を敵に抑えられている模様。東西の砦さえ制圧できれば援軍を引き込めるんじゃないか。見事だ。
ル軍幕という聖域を生まず。その余興に過ぎ、この戦いは。手を抜いたつもりもないが、無茶はさせないでくれたまえよ。砦を奪い返したか。これで異物にも矜持はあるんでね。無理はできん。口を。俺はこの戦いで活躍しなければならないんだ。無理はできん。口惜しいが、ここは引くぞ。僕はいつでもいいですよ。僕の出番のようだな。お手に行かせてくれよ。私ですか？
らず戦おう。ぼちぼち動くか。いつでも行けます。さあどうするんだ。私に任せてください。よっ、助かるよ。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。陛下に見出されたこの命、帝国のために参ります。もう帰りたい。戦闘の継続は難しく、撤退いたします。異物にも矜持はあるんでね。これで決める。賞賛はあったよ。いつでも行けます。ありがとう。
の出番のようだな。格が違うのだよ。分かってきたぞ。お手に行かせてくれよ。アドラステア帝国の皇帝に刃を向ける愚かしさを知りなさい。貴殿らでは万に一つも勝ち目がない戦力を我々は揃えてここに来ましたからな。戦力に余裕はありますからな。私は無理せず引かせてもらいますよ。よし、砦は両方とも取り戻せたな。このまま勢いに乗ってやれ。援軍を誘導してきた。直ちに防衛線に配備する。焦らず戦おう。あなたが私の言動に心を揺り動かされるような人だったらよかったのに。そうしたら、あなたを味方につけるために何でもやったわ。迷いを晴らす。あなたたちはよく戦ったわ。けれどもう終わりよ。温存していた全兵力を投入しなさい。それにおじさまに合図を。あれは子供たちを、皆を頼みましたよ。もう赤き谷の惨劇を繰り返させはしません。
なんだ。帝国歴1181年初頭、新アドラステア皇帝エーデルガルト率いる帝国軍がガルグマク大修道院を包囲、多くの犠牲を出しながらもこれを陥落せしめた。時の大司教レアはセイロス騎士団を率いて帝国軍を迎え撃ち、自ら陣頭に立って戦うも混乱の中姿を消す。この一戦を機にアドラステア帝国はファーガス神聖王国並びにレスター諸侯同盟領への侵攻を本格化、フォドラ統一に動き始めたのである。水風の章、精神の節、再会の夜明け。帝国歴1185年、ガルグマク大修道院の陥落からおよそ5年が経過したが、フォドラは未だ混迷の渦中にあった。ファーガス神聖王国は政変によって王都フェルディアが制圧され、実質崩壊。レスター諸侯同盟領は反帝国派と新帝国派の対立により分裂の危機に瀕していた。一方、皇帝エーデルガルトが神聖を敷くアドラステア帝国のみは勢力を伸長、帝国によるフォドラ統一の道筋が示されつつあった。いつまで眠っておるのじゃ。お主の体はとうに目覚めておるはず。その目を開き、その足で立つのじゃ。幾度も血の雨が降り、大地は泣いておる。矢が落ち、槍で疲れ、泣いておる。誰かを傷つけねば生きられぬほどに、皆は苦しみの淵に立って泣いておる。そのすべてを飲み込めるのはわし、いや、お主のみよ。
冷めたのか。大修道院の麓の村さ。あんたこんなとこで何してんだ。あんたが川から流れてきた時は驚いた。川の上流といやガルグマクだろ。あっこはすっかり寂れちまったからな。あんた知らねえのか。もうあそこにはセイロス教団はいねえんだ。あれから5年、根強く住んでる連中もいるにはいるが、盗賊が出るようになったって話もある。なあ、あんた大丈夫か。頭でも打ったんじゃねえだろうな。今は1185年の精神の節、大修道院が陥落してからもう5年近くになる。本当なら明日は千年祭の日だったが、それどころじゃねえからな。だけどこの戦争ばかりのご時世、それに大司教様も行方知れずとくりゃ、この世の誰だって祝福なんて気持ちにはなれんだろうさ。おい、あんたどこに行く気だ。正気か。盗賊が出るって噂があんだぞ。他にも物騒な話を聞くし、悪いことは言わねえ。大修道院に行くのはやめとけ。俺は止めたからな。死んでも知らねえぞ。おい、まったく本気かよ。寝坊が過ぎるな兄弟。待ちくたびれて石になるかと思ったぞ。何とぼけた顔してるんだ。先生が死んだなんて俺が信じるわけないだろう。ようやく夜明けが訪れるな、俺たちに、そしてこのフォドラに。にしてもあれから5年だぞ。今までどこで何してたんだよ。まさか本当に眠りこけてたとか言うなよ。嘘をついてる顔じゃないな。分かった、信じよう。もともとあんたは普通じゃないんだ。5年くらい眠ってても不思議はないさ。そんなわけがあるか。本当のことを言うなら今だぞ。本気かよ。信じてやるか。まったく。つまりあんたはこう主張するんだな。あの戦い以降のことを何も知らないって。なら俺が説明してやるしかないか。さーて、ガルグマクはご覧の通り、帝国に潰されてこの方復興できてない。大修道院は廃墟と化し、町も寂しいもんだ。なんでかはわかるな。さあな、今のところ死体も出てこないし、帝国に殺されたって話も聞こえちゃこない。とにかくレアさんは5年前の戦いで忽然と姿を消しちまった。
それ以来セイロス騎士団の連中がフォドラ中を探し回ってるはずだが、ここが廃墟のままってことはまだ見つかってないんだろうな。ああ、俺もレアさんには聞きたいことがまだ山ほどあるからな。だがレアさんが大司教として再臨するのが果たしていいことなのかどうなのか、いっそこのまま消えてくれた方が。ああ、いや、危険な話はやめとこう。じゃあ次は各国の情勢だが、その前に腹が減ってこないか。少しだが食い物を持ってきてある。下に降りて飯にしよう。粗末な飯でもあんたと一緒だとうまいな。ところで先生、覚えてんだろ、5年前舞踏会の前夜、千年祭の日に約束したのはイルシクラッセの奴らとまた集まろうって。今日が約束の日だってのになんで誰も来ないんだ。ああ、それもそうか、まだ日も低いもんな。まあもう少し待ってみるか。誰か一人くらいは来てくれるだろう。先生、ただ待ってるのも退屈だし、腹ごなしに体を動かさないか。5年も眠ってたなら鉛切ってるだろう。少しは思い出しておかないとな。そんなところさ、ま、来ればわかる。おっと、武器を忘れんなよ。あんたの采配と剣の腕、どちらも錆びついてないかしっかり確かめておきたいんでね。ファーガス神聖王国は、政変によって新帝国派のコルネリアが王都フェルディアを含む旧王家ブレーダッド領の全てを制圧。王子ディミトリは処断され、旧王国の残存勢力はフラルダリウス家、ゴーティエ家を中心にかろうじて抵抗を続けている。王宮によるコルネリアは帝国の支援を受けて軍を再編、残存勢力の掃討を進めていた。レスター諸侯同盟領では、リーガン家を筆頭とする反帝国派とグロスタール家を筆頭とする新帝国派の諸侯が衝突。分裂の危機に瀕しながらも、新盟主クロードの手腕によってかろうじて同盟の体裁を保ち続けている。一方、アドラステア帝国では、帝都アンバルにおいて皇帝エーデルガルトが体制の強化を推し進めるとともに、王国の政変に干渉して勢力を伸長、旧王国諸侯を次々と傘下に組み入れながらフォドラ西部の制圧を進めていた。そんな中で、セイロス騎士団は消息を絶った大司教レアを捜索するため各地に離散。崩落したまま放置されたガルグマク大修道院は盗賊の住処と化していた。いたぞ、賊どもだ。あいつら修道院のお宝を持ち逃げしようとしてるらしいぜ。おやおや、侵入者のようですね。私の商品を守りなさい。
これからは物入りになる。賊が持ち出したものは残らず回収するぞ。戦場を広く見なくて。この一手よ。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。上々の戦果だな。どう？信じる者のため、とりあえず皆を導かなくても。彼らの死を無駄にはしない。いえ見えだ。死ね、恨めばいいさ。勝つべくして勝った、それだけさ。弱気は死、強気は生きる。た戦果だな。トラ！皆を導かなくても。よし、迷いを払う。トラ！彼らの死を無駄にはしない。見る。よし、恨めばいいさ。こっちも必死なんだな。噂には聞いていたが、このあれよ、賊どもの駆除も貴族の責務か。約束の日ははずですけど、修道院がこの状態では。あれ、あそこで戦ってるのって先生たち？先生、やっぱり生きて喜んでる場合じゃなさそうだ。ようやく来てくれたか。俺たちの人徳も捨てたもんじゃなかったな。僕が行くしかあるまい。
貴族の責務を果たしたまで。落ち着いていきましょう。戦ってんなら俺も手伝うぞ。本当に先生なんですか？てっきり死んだものと。まさか先生の亡霊。来るのが遅いっての。早く加勢してくれ。やってみます。さあ、急ぎましょう。おでに任せてくれよ。一瞬なんだよね。僕の邪魔はさせない。
手に分かれるってのも手だが、手薄な北と南からなら族の頭を攻撃できる。逃げ出す運気には。本気の僕に勝てるとでも。責務を果たしたまで。こら、見え見えだ。この策にかける。この手で行こう。せっ、生きた。まだやれることはあるはず。死んで後悔なさい。立ち止まってる暇はない。強くならねえと。ど根性。勝ったな。よし、次だ。変化だな。私は違うんだ。せめ、やるしかねえか。導いてみせる。身代わりを用意していて助かりましたね。分が悪いようですし、退散しますか。
わざわざ正体を明かしてくれるとはね。とっ捕まえてあいつのお宝を回収するぞ。稼げると思ったんですが、向いてませんでしたかね。これで片付いたな。いい腹ごなしになったろ、先生。ちょっと先生、どういうことですか？はあ、久しぶりにみんなに会えると思って無理して来てみれば。こっちは長旅で疲れてるってのに、なんだってこんなことになってるんだよ。まあまあ落ち着いて。あんなのと遊んでる暇があったらお茶の準備でもしといてくださいよ。ああ、誰かしら加勢してくれる算段で続退時を始めちまったからな。奴ら教団がいなくなったのをいいことにこの辺りで好き放題やってたらしいぜ。とりあえず皆さん無事でよかったです。ですよね、マリアンヌさん。お出は楽しかったぞ。まだ暴り足りねえくれえだ。しかし先生、生きていたんだな。いや、そのつもりでここに来たのだが。腕もなまってないみたいだね。ほんと安心したよ。とにかくみんな元気そうで何よりだ。場所を移して再会を祝そうじゃないか。さてと、物騒な族も追い払ったし、またここを拠点として利用できそうだな。拠点ってどういうことよ。どうもこうもガルグマク大修道院はレスター諸侯同盟が抑えるのさ。なんせここはフォドラのど真ん中、戦略上の用地だからな。クロード、まさか帝国と戦おうって言うんですか？待ちたまえ、時期尚早ではないのか。同盟は今内紛状態にあるのだぞ。内紛の元凶は新帝国派の筆頭であるお前の親父グロスタール伯だがな。仕方ないだろう。道家の領地は帝国領に近いのだ。帝国に心中の意を示しておかなければすぐに帝国の侵攻を受けることになる。ああ、分かってるよ。帝国に対抗する準備が整うまでは新帝国派のままでいいさ。今の内紛状態も帝国の脅威ゆえだろ。それがなくなれば即座に解決する。そこでだ、ここを拠点に兵を挙げて帝国を引っかき回してやろうと思ってね。すげえ、面白そうじゃねえか。なるほどね。名手さん、私たちを巻き込むつもりなんでしょう？ん？ああ、うちのじいさんが死んでね、俺が正式に名手に就任したんだ。
名手がもっと頼りがいのあるものならば同盟も分裂はしなかっただろうにな。好きに言っとけ。それよりみんな協力してくれるのか。私は構わないよ。帝国の連中に同盟領の土は踏ませない。村のみんなまで戦火に巻き込まれたらたまったもんじゃないからね。おでも戦うぞ。妹を守らなきゃならねえからな。私も帝国の干渉を受けるのは耐えられませんから。コーデリア家はかつて帝国の内乱に巻き込まれて散々な目にあったからな。僕も戦います。自分の未来に責任を持ちたいから。私ももう逃げたくない。役に立てる自信はありませんけど。一緒に頑張りましょう、マリアンヌさん。やれますよ、みんなで力を合わせれば。ローレンツ君はどうするの？怖いお父さんのとこ帰らなくていいの？クロードの策など信ずるに足りない。故にこそここに留まる。同盟の状況を悪化させないためにしっかりとクロードを監視しておくべきだ。それぞれ守りたいもんは違うだろうが、戦うべき相手は同じはずだ。何もしなければいずれ帝国に潰される。その前に俺たちが奴らを潰してやろうな。あ、あんたも手を貸してくれるよな。頼むぜ先生。レアさんを探すにしても俺たちと一緒の方が有利なはずだろ。先生がいれば教団も味方してくれる。そうすりゃ俺たちが帝国と戦う大義も立つ。何より強大な帝国軍と対等に戦うにはあんたの知恵と力が不可欠なんだ。あんたがいないと俺の計画は水の泡。ぜひ前向きにご検討願いたいね。面と向かってそういうこと言う？よく丸出しじゃない。それはそうと、ここ散らかりすぎ。こんなボロボロじゃ拠点にはできないわよ。でも修繕するとなると大変そう。誰か手伝ってくれる人いないかな。やはり生きていたか。先生、お久しぶりですわね。お兄様も私も心配しましたのよ。本当に探したんだよ。レア様は一緒じゃないんだね。先生、あなたのことみんな心配してた。ゼリル、お前背が伸びたな。騎士団と一緒にレアさんを探してたのか。うん、僕はレア様がいないと自分の居場所がなくなっちゃうから。そんなことは、いや、いずれゆっくり話そう。レアが姿を消して以来5年、我々は総力を挙げてレアを捜索してきた。しかし帝国領に踏み込むわけにもいかず、そろそろ手詰まりになってきてね。本来ならば宣伝祭が催されるはずの今日、もしや大司教が戻ってくるのではと。残念ながらレアさんが戻った様子はない。ま、あんたらも期待はしてなかったんだろ。仮に戻れる状態になってたとしても大修道院がこの荒れようじゃなあ。教団にとっても大事な場所なんですよね。それをこんな崩れたままにしてるなんて。確かに少し放置しすぎたようだ。さすがに何とかしないとな。あ、僕ここをきれいにするよ。このままじゃレア様を迎えられないし。まあそうだな。荒廃させたままじゃ周辺の治安にも影響しちまうか。やりましょう。みんなで協力すれば元の美しい修道院を取り戻せますよ。職人の手も必要になるな。
ガルグマクに戻ってくれそうな職人を当たろう。じゃあ手分けして始めましょう。水風の章、守護の説、野望の名手。ガルグマク大修道院を新たな拠点に定めた同盟軍は、大修道院に帰還したセイロス騎士団の協力を取り付けると帝国軍に対抗すべく動き出したが、さすがはヒルダだな。大修道院の修繕に騎士団を巻き込むとは。ちょっとクロード君が目くばせするから乗ってあげただけでしょ。君たち大修道院の修繕に協力してくれて助かったよ。いいえ、卒業生として当然ですよ。賊の退治までしてくれたんだってな。本来は私らの仕事なのに悪かった。気にしないで結構ですよ。我々は共に帝国に抗う同志なんですから。確かに私らは帝国と相入れないが、同盟は帝国に従う道もあるんじゃないのか。彼女帝の目的はフォドラ全土の支配と既存の秩序の破壊だと俺は見ています。彼女が同盟の存続を容認するとは思えない。相入れないのは同じなんですよ。で、実は我々はここを拠点として帝国に一泡吹かせたいと思ってましてね。なぜここを拠点に。ガルグマクこそ地理的にも精神的にもフォドラの中心にある場所でしょ。帝国が捨ておいている今のうちに拠点として確保しておきたいんですよ。ああ、帝国は前線から遠いこの地を今のところ重要視してないみたいだからな。ただし俺たちが勝手に占拠したんじゃフォドラの人々の心は動かせないが、幸いにして先生が俺たちの元に戻ってきてくれた。レアさんに天帝の剣を託された先生が一緒に戦ってくれるなら名分も立つ。その上騎士団の方々にも会えた。これぞまさに天啓。そうは思いませんか。話は聞かせてもらった。君の意志は。我々だけでは戦力不足だが、同盟の協力を得られるなら、大司教は自身の身に何かあれば君に教団の工事を全て託すと言っていた。君が同盟と行動を共にするというのなら我々もそれに従おう。クロード、そういうことでいいか。もちろん、先生と騎士団の方々が一緒ならこれほど心強いことはありませんからね。俺たちの力で彼女帝の物騒な野望を粉々に砕いてやりましょう。久々に死ぬかと思ったよ。いや、先生が来てくれなきゃ死んでたかな。まさか偵察任務であんな大軍にぶち当たるとはね。任務のことより私の体を心配してくれるのか。あれ先生、そういやなんでここにいるんだ。
そういうとこだよな。あんたが仲間に慕われてんのはさ、このご時世誰しもが自分のことで手一杯だってのに、あんたのそういう優しいとこレア様と重ね合わせてみそうになるよ。ああもちろん、レア様の優しさのおかげで私はここにいるんだから。王国のお尋ね者だった私がここまで生きてこられたのはレア様のおかげさ。先生には話したことなかったか？私は王国貴族カロン家の生まれでね、その頃は雷獄のカサンドラなんて名で呼ばれて、それなりに名も売れてたんだ。それが国王殺しに絡むゴタゴタであらぬ罪を着せられちまって、王国から逃げ出してきた私をレア様がかくまってくれたんだよ。昔は私も士官学校の生徒でさ、そん時の縁を頼ったっていうか、生徒時代にもレア様に助けられてね。まあ大した話じゃないんだが、何があったのかよく覚えてないんだが、とにかく瀕死の大怪我を負っちまってさ、そん時にレア様が私のことを解放してくれたんだ。自分が汚れるのも構わず、血と泥にまみれて倒れてた私を抱き起こしてくれてね。それ以来私にとってレア様は女神様も同然になったってわけ。その思いは今も変わらないんだが、レア様のことを考えてるとなぜだかあんたの顔も浮かぶようになってね。困ったことに私の中であんたの存在が日に日に膨らんでるらしいんだよ。おや、そう思ってくれるのか？なら私もこの現状を受け入れるか。これからもあんたを観察しといてやるよ。レア様に報告するためじゃなくて、私があんたを見ていたいから。え？